今回はベトナムで建設している、日本製の都市鉄道が完成し、中国製との違いやベトナム人の反応について紹介していくぜ。確か、別の動画でハノイの都市鉄道について紹介してたわね。ベトナムというと、バイクや自転車といった移動手段が主流であり、常に交通量が多く道路は渋滞が慢性的に起こっているぜ。それなら歩いて行った方が早いんじゃないの？いやいや霊夢、ベトナム人は歩ける距離であっても、バイクをお構いなしに使うんだ。じゃあ、歩ける距離に用事があって出かけるのにもバイクに乗るの？そうなんだよ。これほどまでにバイクが普及しているのは、国民の経済力や街の狭さ、国民性などいろいろな理由があるんだよ。確かにバイクの方が便利だね。でも、バイクが多すぎて道路の渋滞が日常茶飯事なわけね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。長い間そんな状況だったベトナムなんだけど、最近になりようやく、ハノイやホーチミンといった都市部では、地下鉄の開発が進んでいるぜ。完成すればバイクを超える交通手段にもなると、地元メディアでは注目されてるわね。ベトナムでは周辺国の他にも、日本、ロシア、ドイツなどの企業から、資金融資の協力を得て地下鉄の開発を進めているぜ。これだけの国から資金援助を受けているんだね。ホーチミンとハノイの鉄道計画は、ニツのベトナムメトロ物語と呼ばれていたりもしていたんだな。やはり大都会の移動は、鉄道が便利だね。ちなみに地下鉄といっても、すべての区間で線路が地下に埋まっているわけではないので、正しくはメトロではなく高速鉄道なんだよ。そうなのね。すべての路線が全区間を地下で走るのではないのね。全部地下にすると、場所によっては地盤が緩く、地盤沈下が起きるかもしれないからトンネルを掘ること自体が難しいからな。確かにそれを考えると、地盤沈下が怖いわね。ちなみにベトナムには他に鉄道は走ってないの？ベトナムには長距離輸送が主体の国鉄があるぜ。どこを走るの？例えば、ハノイからホーチミンの2大都市を結ぶ路線があるけど、路線の距離はなんと1700キロで、終点まで乗ると33時間かかるんだ。33時間？1日が24時間だから、ほぼ2日かかるってこと？その通り列車内で1泊することになるんだぜ。ちなみにほぼ同じ距離で日本に例えると、青森から博多を移動するのと同じだぜ。本州を縦断するんだね。そうだな。今は新青森から博多まで新幹線があるから、それなら9時間で移動できるぜ。東京駅で乗り継ぐ必要はあるけど、それでも1日で着くのね。一度乗ってみようかしら。話をベトナムに戻すぜ。確か、ハノイとホーチミンの2大都市を国鉄が結んでるって言ったよな。そうだったわね。じゃあ、ハノイとホーチミンはどんな都市なの？ハノイはベトナムの首都で、そしてホーチミンは経済の中心地で、ベトナム最大の都市だぜ。どちらも大きな都市なのね。詳しい都市ごとの解説は、後から説明するぜ。わかったわ。じゃあ、ベトナムの都市鉄道はどこの国が建設に携わったの？いい質問だな。建設の支援に携わったのはハノイの都市鉄道のうち、2号線が中国が、3号線がフランスが担当したんだよ。そしてホーチミンの都市鉄道は日本がそれぞれ担当したんだぜ。都市や路線ごとに違う国が担当するのね。特に日本と中国では、建設の時期や技術の差が違うから、詳しく紹介するぜ。よろしくね。ではまず、ハノイの都市鉄道のうち、中国が担当した2号線から紹介するぜ。ハノイはどんな都市なのかもう少し説明して。そうだったな。都市ごとの説明をしないとな。じゃあまず、ハノイについて簡単に説明するぜ。ハノイはさっきも言った通り、ベトナムの首都であり、人口は約800万人で2番目に大きな都市だ。首都なのに2番目なんだね。後から紹介するホーチミンが経済の中心都市だからな。それに対してハノイは文化と政治の都市、さらにホーチミンよりも自然が豊かなんだ。自然が好きな人はこっちを選ぶわね。以前は市内を路面電車が走っていて、ゴツの路線があったんだぜ。昔はハノイに路面電車があったんだね。なぜなくなったの？詳しい理由は不明なんだが、どうやらバスによる輸送に置き換えられる形で廃止されたんだよ。遅くても1989年までに全ての路面電車が廃止になったぞ。これじゃ、移動が不便になるんじゃない？そうだね。その後はバスによる輸送となったものの、さっきも言ったように、ベトナム国内はバイクで移動する人が多く、ハノイの都市部では、ほぼ1日中慢性的な渋滞が起きて、大きな問題となったんだよ。通勤時間にそれやられたら、たまったもんじゃないわよ。会社に帰国するわ。そしてようやく、ベトナム政府が動いて、都市部に鉄道を走らせることが決まったぜ。ようやく鉄道の開発が決まったんだね。ちなみに中国が担当したハノイの都市鉄道2号線は、2011年から建設が始まったんだ。確か日本は、あの巨大地震が起きた年だったわね。地震の話はどうでもいいぜ。
ベトナムの話に戻すけど、ニエ号線は本当なら2013年に開業するはずだったんだ。何かあったの？建設用地を確保するのに手間取ってしまい、2015年に修正したんだ。さらに建設の変更などを余儀なくされ、実際に完成したのは2018年だぞ。かなりの時間を費やしたのね。それから開業の3ヶ月前から試運転を繰り返し、2019年から運行を開始する予定だったんだ。しかし、あることが理由でまた延期になったよ。え、何かあったの？そうなんだ、ミノルは駅の完成が遅れていたんだ。あらら、駅ができないとお客さんを乗せられないもんね。しかも翌年には中国で発生したあの新型ウイルスが世界中に拡大して、中国の担当オペレーターがベトナムに入国できない事態になったんだぞ。あのウイルスがいろいろな制限をかけたのね、コロナが憎いわ。でもハノイの都市鉄道は、なんで開業が遅れたのか、他にも理由があるんじゃない？それを説明する前に、ベトナム最初の都市鉄道ニエ号線について簡単に紹介するぜ。どんな路線なの？2021年11月、ベトナム初の都市鉄道でハノイメトロの最初の路線として、ニエ号線が開業したぜ。当初の計画から10年くらいかかったのね。ニエ号線はハノイ中心部のドンダーク、カットリン駅と町の南西部にある住宅開発エリア、ビェンギア駅を結ぶ約 13km の路線で、駅は全部で12駅、全線乗り通すと約25分で着くことができるよ。これなら渋滞に巻き込まれずに快適に移動できるわね。運転間隔はピーク時間帯は6部間隔、その他の時間帯は10部間隔で運行するぞ。これだけ本数があれば便利ね。気になる運賃は片道の最低料金が8000ドンで、日本円では約42円と、ベトナムの物価を意識したものだよ。50円以下でとても安いわ。しかも起点から終点まで乗っても15000ドン、日本円なら約84円と100円以下だぞ。これだけ安く移動できるなんて魅力的だわ。他にも1日乗車券は3万ドン、日本円で約168円。1ヶ月定期券は20万ドン、日本円で約1120円と安い設定だよ。日本でもこのくらいならいいのにね。ハノイに旅行で行ったら1回乗ってみたいわね。ちなみに車両も中国製なのかしら？いい質問だな。ここで車両の紹介も簡単にしておくぜ。ニエ号線で使われる車両は、別動画でも紹介してあるように4両編成で、中国製の車両だよ。車体はステンレス製、側面は窓の周りは黒で塗られていて、車体上下に緑色の帯が巻かれているよ。そして前面はすべて緑色に塗られていて、丸を帯びた形状であり貫通扉があるよ。車両も中国製なのね。製造したのは北京の地下鉄の車両を製造している、北京地鉄車両設備なんだよ。そういえば、さっき紹介した別動画では運転席は右側にあると言ってたわね。その通りだぜ。日本の鉄道は左側通行で、運転席は左なのに対し、ベトナムの鉄道は右側通行だから、運転席が右側なんだ。そういえば、中国も同じ右側だったね。ではここからさっき霊夢が言った、ハノイ最初の都市鉄道に A 号線の開業が遅れた他の理由を紹介するぞ。どんな理由があるの？それは建設中の事故や、ベトナムが求める品質基準の要件を満たしていなかったり、現地で中国企業がトラブルを起こしたりと理由は様々だぜ。建設中にいろいろな出来事があったのね。そうなんだ。実際に建設資材が道路に落下する大きな事故が起きていて、多くの通行人などが巻き込まれてしまい、そのうち5人が犠牲となる大惨事となったんだよ。とても痛ましい事故だわ。事故は今回だけでなく、何度も起きているんだよ。これだけ事故があれば、信頼性もガタ落ちね。他にも中国企業の担当者が、現地で様々なトラブルを起こしているんだよ。これじゃ、ますます中国の信頼性が下がるわね。せっかく完成した駅などの設備にも様々な不備が見つかったんだ。それで何度も運行開始が延期され、結果的に開業まで、かなりの時間がかかったというわけだ。つまり、事故だけでなく、完成した駅などの設備も、ベトナムが求める安全の基準に達しなかったことで、営業運転の許可が下りなかったってことね。そうなんだよな。しかも完成が先延ばしにされた挙句、建設にかかる予算も、想定していた金額を何倍もオーバーすることとなり、ハノイ市民にとってはまさに、踏んだり蹴ったりの状況なんだぜ。これじゃ、ベトナムと中国との関係が悪化しちゃいそうだね。まあ、そうなるだろうな。この出来事をきっかけにベトナム国民の対中感情は悪くなる一方で、中国が作った鉄道は本当に安全性の面で問題だらけだ。ニエ号線が開業しても危ないから乗りたくない。5年、10年経っても開業はしないな。という否定的な声が上がったぞ。以前に中国が作った高速鉄道は大きな話題を作ったけど、安全面に問題ありそうね。
建設費の安さを売りにして、一部の海外で中国による高速鉄道建設のプロジェクトを進めているけどな。さっきも言ったけど、実際に犠牲者が出るほどの大きな事故も起こっていることを忘れないでよな。やっぱり安全面が良くないと、安いだけでは鉄道の建設に反対されるわよね。やっぱり安全が第一だね。ちなみにハノイの都市鉄道は3号線もあると言ったよな。そういえばそうだね。3号線の建設は始まっているのかしら。こちらはすでに建設が始まっていて、一部区間では試運転も始まっているぜ。開業間近ね。ハノイのどこを走るの？3号線はハノイを東西に貫き、国鉄のハノイ駅も通り、カットリン駅では2号線と接続するんだ。3号線は確かフランスが支援しているって言ってたわね。その通りだぜ。3号線はフランスの支援で建設が進んでいて、アルストム製の車両だよ。3号線が全て開通すれば、ますます移動が便利になるわね。最終的にハノイの都市鉄道は、2号線、3号線を含めて、全部で10路線が開通するぞ。早く完成するといいわね。完成までにはかなりの年月がかかるから、現地からの情報は欠かさずチェックしておくと良いぞ。次に日本が担当したホーチミンの都市鉄道について紹介するぜ。ところでホーチミンはどんな街なの？ホーチミンはさっきも言ったけど、経済の中心都市で、人口は約890万人だよ。首都のハノイよりも大きな街でベトナム最大の都市なんだよ。人口はハノイより多いわね。これだけ街が大きければ、道路の渋滞も、ハノイよりもひどいんじゃないの？ベトナムの都市部はこれが日常的だからな。ホーチミンの方も、ベトナム政府が動いたことにより、都市鉄道を建設することになったよ。やっぱり電車での移動がいいよね。ホーチミンの都市鉄道最初の1号線の建設は、日本が担当することになり、清水建設、住友商事、前田建設が共同で携わり、国際協力機構 JICA が現地で建設や運営のサポートをしているぞ。日本は、信頼のある大手企業が建設に携わったのね。やっぱり信頼は大事だよな。日本の鉄道技術は世界から見ても、とても優れているわよね。日本のしっかりとした技術力と仕事に手を抜かない高いプロ意識は、ベトナム国内でもかなり評価されているらしいぞ。さすが日本という感じね。中国とは反対に日本は順調に作業が進んでいるという声が出ていて、現地で運行職員の研修や技術的な検査、テスト走行などを綿密に行っているぜ。やはり開業前の試験走行は重要だね。あの新型ウイルスの影響で、開業が少し後ろ倒しになっていたようだぞ。やっぱりコロナに食いは、そして2024年中には全線の営業運転が開始される予定なんだ。開業が待ち遠しいわ。早く乗ってみたいね。開業後にホーチミンに訪れたら、一度乗ってみようぜ。世界中であの新型ウイルスの拡大によって日本と中国どちらの都市鉄道も予定より工期が遅れたけど、中国の方が事故やトラブルの連続だったので、さっきもあったように多くのベトナム人が、安全に対して心配する声があったり否定的な発言が多かったよ。日本の方はどうだったの？日本の方は一度も大きな事故がなく、中国と比べると工事の内容には大きな差があるぞ。しかも中国の方は、駅などの設備が完成しても、多くの不備が見つかったと言ったよな。確かに言ってたわね。日本の方は完成した駅やトンネルに不備はなかったのかしら？何箇所か不備が見つかったけど、中国ほどひどいものではなかったんだよ。先を急げば危ないとよく言われているよね。さすがに日本の建設技術は優れているわね。ちなみに1号線の車両はもう完成していて、ベトナムのメディアが日本製の車両の公開をしたんだぜ。どんな車両なのかしら？外観は銀色ベースで真ん中より下のあたりに水色のラインが入った外観だぜ。これって、日本で言えば東京メトロ東西線の車両によく似ているわね。ほとんどの人がそう感じるだろうな。他にも座席やつり革は、水色で統一されていて統一感もありとても美しいデザインだという声も上がってるぜ。ほんとだね。青で統一されて美しいわ。日本の地下鉄の座席は柔らかい素材を使っているけど、この車両の座席は全てプラスチック製なんだ。長時間座っていたらお尻が痛くなりそうね。中国の方も同じ座席なのかしら？いいところ目につけたな。中国製の車両の座席もプラスチック製なんだよ。中国が担当したハノイの都市鉄道との差別化を図りたいところだけど、予算とかの関係でそこは仕方ないかもな。でも車両は全体的にシンプルな感じがいいわね。そうだよな。このシンプルなデザインが、ホーチミンの市民からいい評価をもらっているぜ。電車のデザインも、やはり日本が優位なのね。ところで、この車両は日本のどこのメーカーが作ったのかな？日本では有名な大手電機メーカー、日立製作所が製造したんだぜ。確か日立製作所の鉄道システム部門では、鉄道に関することすべてを作れるのね。その通りなんだ。新幹線車両の製造も受注している他に、信号設備や運行管理システムも作れるくらい、鉄道に関することは、かなりの信頼があるぞ。
製造のメーカーは分かったけど、製造された場所はどこかしら？山口県下松市の日立製作所笠戸事業所が担当したよ。確かそこでは、たくさんの鉄道車両を製造していたわね。ここでは日本国内だけでなく、日本国外向けにも製造されたんだよ。そうなの？今回のベトナムホーチミンの他にも、お隣さんや台湾、イギリスやアルゼンチン向けにも車両が製造されたんだよ。日本の鉄道技術はすごいわね。中国製を非難する傍ら日本製の鉄道を大絶賛していたので、ベトナム国内から寄せられたコメントを一部紹介するぜ。どんなコメントなの？ベトナムで待ちに待った地下鉄は本当に嬉しい。ホーチミンだけではなくベトナムの人たちにとって、これはハッピーになれるニュースだね。一度日本の地下鉄に乗ったことがあるけど、今回の車両は雰囲気そのままだね。みんな大喜びしているよ。というコメントだぜ。この鉄道によって様々な面で良い影響があるだろうし、これから街も大きく発展しそうだね。ホーチミンには、他にもいくつかの路線が計画されているから交通網の充実に期待しようぜ。日本製は品質が高くて、こちらも中国製と差別ができるぜ。中国製より日本製は素晴らしいの？それは地下鉄だけではなく全てにおいて、日本は信頼できる国だからなんだ。日本の信頼性が世界中から高いと高く評価されているんだね。これで、中国に発注したハノイと日本に発注したホーチミンで明暗がはっきり分かれることが分かっただろ？うん、分かったわ。でも、正直ハノイの人たちがかわいそうには思えるわ。中国が作った鉄道なんて怖くて乗れないと思うわね。あれだけ世界中を騒がせているからな。ある鉄道マニアのベトナム人男性は、日頃から様々な国の鉄道について調べることがあるけど、鉄道開発のプロジェクト案件を任せるのは、絶対に日本を選んだ方がいいと言っているんだぜ。やはり中国より日本を選ぶんだね。実際に日本の鉄道に乗ったことがある人が誰もが口にする言葉は、安全な運行はもちろんのこと、乗り心地まで素晴らしい、と言っているんだぜ。確かに、走行中はとても静かだし、揺れも少ないし、最高の乗り心地だね。ベトナムから見れば、日本の鉄道車両は例外なく世界最高品質だし、車両のクオリティとかだけではなく、定時運行のスキルや事故処理の対応など見習うべきところがたくさんあるぜ。都市鉄道を運営するのには、日本の技術やスキルを参考にするのね。ベトナムの人たちも、日本人が作ったものに対して絶大な信頼を得ていることがわかったわ。ここで、さっきも少し紹介したホーチミン最初の都市鉄道1号線を、さらに紹介するぜ。1号線はホーチミンのどこを走るの？ホーチミンに建設中の都市鉄道1号線は、ホーチミンの中心部、ベンタインから観光地のオペラハウスを経て、市の北東部のスオイテーンまで、総延長 19.7 メートルの路線だよ。そのうち 2.2 キロの区間が、ベトナムで初の地下区間なんだよ。ベトナム初の地下鉄なのね。確か2号線を建設もしているのね。その通りだぜ。2号線が開業すると、プーテームから、国際空港があるタンソンニャット経て、アンスオンバスターミナルまでを結ぶんだぞ。国際空港を通るから、海外旅行で訪れたらとても便利になるわね。早くできるといいね。2号線の完成は、当初は2025年だったんだが、いろいろな事情で2030年くらいに延期になったんだけどな。まだまだかかりそうね。随分先の話だから欠かさず情報をチェックしないとね。話を1号線に戻すぜ。さっきも言ったけど、1号線の車両は5月までに発注した分すべてがホーチミンに到着しているぞ。確か、東京メトロ東西線の車両に似ていると言っていたわね。そうだよ。日本で製造された車両は、製造元の日立製作所笠戸事業所がある山口県下松市の下松港から、ホーチミン市4区の海保港に向けて2020年10月から7回に分けて船で輸送されたよ。そして2023年5月6日が最後の到着となり、合計17編成51両が揃ったと、複数の現地メディアが伝えたんだよ。いよいよホーチミンに都市鉄道が走り出すのね。完成が待ち遠しいわ。ちなみに1号線の車両は、1編成につき最大930人の乗客を輸送することができるよ。1号線の車両は1編成につき3両編成だぜ。ハノイの2号線より1両少ないのね。予定通りに完成すれば、最高速度は地下では時速80キロ、地上で時速110キロだぞ。地下は速い速度で走れないのかしら？地上の速度のまま走ると、トンネルの風圧とかで物が飛んだりするから、とても危険だぞ。確かに、日本が建設したとはいえ、安全は第一ね。帽子とかが飛ぶし、スカートもめくれちゃうわね。マリリン・モンローか。で、平和ら、1号線の運行本数は、1日300本の運行を予定しているぜ。
1日300本って1時間何本来るのかしら？平均的に言えば、1時間あたり約12本だぜ。日本の通勤ラッシュと同じくらいかしら？いやいや、日本の通勤ラッシュは、1時間に約30本程度だぞ。そんなに差があるのね。でも1時間12本なら、とても便利だね。そうだな。で、1号線の工事は終わっているのかしら？いや、それがまだ終わっていないんだぜ。あらら。さっきも言ったけど、あの新型ウイルスの影響で、当初の計画より遅れが生じたんだよ。それでも 90.5% かの工程を完了したんだ。本当にコロナに食いは、設置される14駅のうち、13駅が工事が完了し、残り1駅は建設途中なんだ。そうなのね。もう電車は走っているのかしら？完成した地上区間で、12月頃から時速40キロの試運転が始まっているぜ。もうすぐ完成するわね。ところで運賃はまだ決まっていないの？正式な公表はまだなんだよ。現在、日本円で47円から119円くらいで提案中なんだ。開業する頃までには、運賃も公表されると思うぜ。ハノイの2号線と同じくらい安いといいわね。ホーチミン市の都市鉄道の建設プロジェクトの投資総額はいくらかかったかわかるか？霊夢。いきなり質問されてもわからないわ。そうだったな、ごめんな、霊夢。いいわよ、マリサで、いくらかかったの？今回のプロジェクトにかかった金額は、403兆7000億ドンで、日本円で約2447億円だよ。そうなのね。都市鉄道が完成すれば、どんな期待があるの？ホーチミンは、急速な人口増加に伴って慢性的な交通渋滞や大気汚染が深刻なんだ。首都のハノイでもほぼ同じことと言えるぜ。日常生活大きな影響が出るわね。そこで都市鉄道を建設することにより、市内の交通状況や環境を改善することが期待されているぜ。ハノイもホーチミンも、バイクの移動が主体だから、鉄道ができれば、渋滞知らずで移動できるわね。都市鉄道の利用者が増えることに期待しよう。ハノイではすでに2号線が営業運転しているし、さっき言ったホーミンの1号線も、近々営業開始するから、ベトナムに訪れたらぜひ乗ってほしいぜ。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。